後ろクーラーないんですよ。後ろ暑くないですか。後ろクーラーない。後ろ暑いでしょ。後ろ暑いよ。ちょ待ってください。これで300円であるんですよ。もう200円だな。もう200円ある。中井さんビッグ待遇ですね。飯を奢ってもろて、駐車場代出してもろて、運転もせずに、そうそう、帰りずっと全部運転してくださいよ。福岡から三好まで全部ガソリン代と高速で全部出してから。どっち、これ左じゃない。あら、まだ外してない。この後右折して山口県道248号に。長谷さんこんなビル欲しいですね。ああ、こういうレトロな感じのね、いいよね。絶対買いましょうね。あれまたそれ言う。で、あのてっぺんの丸いとこに中井さんの部屋作る。窓もないようなとこに。よう、そういう発想がすぐ出るね。でもお前、ここで中井さん読書に勤しんでください。今日、久々しかった。あそこの反対側の親父がなんか恨ましそうに見てた、ね、ああ、ずっと見よったっすね。なんでうちで変わんのや。でもあれ、言うたらフグ刺し買ったじゃないですか、うん、5000円だったじゃないですよ、うん、普通にあれフグ刺し1個1200円で売りよんすよ、うん、あ、ほんま、3つ買ったら3600円じゃけ、うん、別に安くはないっすよ。送料出るよね。まあまあ、それじゃけ送料込みっすよ。じゃけ送料もただとかじゃないっすから。いや、これ1出したらちょっとすごいけどろ。さあ、しかちしかちだろ4 じゃあこうじゃさあ、関門海峡突破。いや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 、こらえて、あれ絶対こらえて、あれ上がってください。ペイペイドーム怖いですか。怖さん、マツダスタジアムもどっかあるんじゃないですか。やめてね。東京タワーもあるし、あっこ、およそ400m、あ、通天閣もあるし。スタジアムで左側2車線を使用して太宰府インターチェンジを目指す国土市高速環状線の標識を設置しています。なんでもあるっすよね。スカイツリーがないだけで。お前はスカイツリーあら。ここに。あ、ここ。向こうあるじゃないですか。あ、あの向こうのやつ。ちょっと変形してるけどね。あー、今日の洗浄。おい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 、駅前、駅横じゃないか、ほんま。スタバ行きますか、ちょっと歩いてから。どこへ？スターバックス。スタバ。何ですか、スタバ。スターバックスカフェですよ。カフェ、ああ、スタバじゃいたん、うん、そこあるじゃん。ちょっと歩きますか。いいっすよ。どっか車置いてから24時間2000円ぐらいとこないっすか。中井さん変形とかないでしょ別に。中井さんが変なんですから。まっすぐ貫く日本共産党です。日本共産党は大学の学費5000円あげる。焼き鳥ただしだって。え、さっきの ここだね。さっきのここだったの。いや、ここなんです。ここの可能性もある。スタバのサイコロする。スタバのサイコロ行こう。何個最高の2個で行こうか。スタサイ
毒。ああ、もうダメだ、これやばいぞ。十。ああ、わしもない。よ。いやー、来たか。40だった。だな。おやついただきます。やっと出したんか。これで平等ですね、今。いや、でも僕が今一番負けますから。そうですか。だって僕もう一人でみんなに7000円ぐらい払ってるんですからね。高速代と飯代と、はい、飯代4000円と高速代3000円。ここを着くのはまだ高速代も120円。サイコロ振ったんかいね。振ったじゃないですか、高速代。振ったっすよ、振ったっすよ。5個振ったじゃないですか。最悪ですね。もうしょうがない、言い出しっぺだよ。こっち歩いた方がいいんじゃないですか。え、ここだったよね。飲めますか。まあいい。経営者の方が悪いんではない。信頼を失っている今の政府、政治が悪い。違うじゃん。私も2期7年県議会議員をしております。政治家として反省しております。ご期待をいただいていない政治を作ってしまったのは野党である我々の責任でもあります。だからこそ今一度絶対入れます。緊張感のある政治を取り戻すべく、私たち国民民主党にぜひお力をお願い申し上げます。絶対入れる。最後の最後まで国民のためだけに戦ってまいります。支持しよくなく、ぜひ。ありがとうございます。よし、ありがとうございます。民主党、民主党に国民に申し上げますよ。中井さん、スタバ初めてでしょ。来たことあるんです、うん、あるんです。オールナリー広島じゃなかったんです、東京駅。中井さんのおごりでしょ。めっちゃ食ったろって思った。あ、チョコレートとか。あ、チョコレート、チョコレートなんかチョコレートもコーヒーベースとクリームベースとっていうのがある。じゃあ僕、ダークモカチップクリームベースこれにしてください。サイズがオラペチーノ、はい、普通のポールサイズで、これでよかった。あ、僕もそれでいいです、はい、その2つと、はい、フルーツオレケーキください、はい、もしなくてチーズケーキください。キウイのレアチーズケーキ。これ誰、チーズケーキ。これ誰、ちっちゃいもの。なんか作ろう。これわしらなんですか。なんでオーブンで持ってこなかったんですか。いいじゃない。え、いやいや、まあいいんですけど、別に僕らは。社長、いただきます。いいよ、いただきます。はい、どうぞ。ありがとうございます。いや、別に僕どっちでもいいですよ。これチョコレートですよ、中井さん。チョコレートとか飲まんでしょ。飲まん。甘いのダメなんでしょ。え、紙ストーブ。でも今からこれになるよ、みんな。紙になる、うん、なんでなんですか。プラスチックは中国にいたらもう紙ストーブになりますから。確かにこの方が早いね。中国早いですよ。サバだったから、サバだったよ、中国に。中国の方が早いです。だってあの時でも中国は全部電子決済でしたから。中国はね、電子決済が早くなったのがね、偽札が作りやすいって。あ、そうなんですね。電子決済の進んでる国は、はい、偽札が作りやすい国なんです。そうなんですね、うん、日本がなかなかそれが進まんのは、あの、札がすごく成功にできてるから、偽造できないようにできてる。うまいわ。甘いものね、甘いものまだ食べる。すごいね、君らは気分悪い。食べてもないんですけど、中井さんのおごりだし。食いとなかったっすか。かわいないな、お前。食いたくないけど、しょうがないですか。これ取り方わからんし。どうなったお前。これ切るんか、これ切るんか。うぜ、バチうぜよ。かわいないことで言うから、よく口が我慢よな、お店ら。うまっ。
途中目これ。9時40分だったっけ？40分。何分ぐらいに？20分ぐらいにとかにはもうならダメだ。ここに並ぼう。多分駅前じゃけど、ちょうど。やばい。今何時ですか？45分くらいあるよ。で、いやでも並んどるやつはご飯やつに並んだり。絶対もう並んどるやろ。10人ぐらいおるだろうね。もっとおるかもしれない。だって並び順だった頃でも6時とか平気で並んでたつもん。並び順で。いやわしはだって前の日から並ばされよったけど、終わったら先輩とか。平均から並んだよ。意味わからん。やっぱりこういう都会地味たとこは落ち着かんすか。僕もあんまり好きではないですけど、落ち着かんことはないです。降らんかったんすよ。いや降ってなかったよ。だいぶこっちに来てから降ってた。ソジャン氏。はい、ソジャン氏。何でソジャン氏ですよ。うわ、やばいの。やばい。どこかいの。ここか。いよいよ、もう持てるっすよ。ここっすよ。あ、じゃあここじゃん。絶対ここじゃん。誰もおらんわ。貸し切りで。おいおい、そう、そんなことある。え、地下の地下。え、どこ。あ、そっちも？あ、じゃあ上かな？え？あ、地下に設置中。はい、じゃあ地下っすね。あ、地下だ。絶対通るはずや。早いんですか。いやでももう10分じゃけな、30分前じゃけな。よーころん。あ、いたっすよ、中井さん。はい、降りましょうよ。あこちゃん待ってるよ。あ、いいっすよ。いや、先に降りとかんと並ばないけんけ。ここら一番じゃけ、梁山泊ですから。え、6番6番、うん、嘘つくない。6番さっきどっかで見たじゃん。6番60番や。ダメじゃん、一番ケツじゃないか。中井さんすげえの。何番4番すごいじゃない。いやいや、いや、こういうのが価値があるかどうかということが分かんないんで。ああ、いいですね。じゃけ、走ってください、中入ったら。ありがとう。いや、お前、写真はあったらすぐ行ったんだよ。一番最初。あれ、すぐ何になったんすよ。いやいや、あれ、持って、あなたが来たところに移った。ああ、そうなんす。めちゃくちゃシャドかった。みんな並んでジャグラー打ちゃいかった。あれが一番絶対無難だって。ほんまわしゃ、あの最初どこにジャグラーあるかわからんけ、ずっとぐるぐる回りよってわしが打とう思いよった台、すぐ5連ちゃんか6連ちゃんぐらい1箱ちょっと出とった。大変やん。これ飯食いこ、みんなの2万円が8万円が一番小さいよ。6万負けよ。何が量産爆や。解散。笑わすんじゃないよ。量産。これ即解散ですね。指落とさないけどなるっすよ、ほんま。ほんまに聞かれたらけえ、ほんまお前ら舐めとんか。胸ぐら持って言われるぜ。ラーメン食い行きます。はい。腹立つけ。そうですね。
どこにあるラーメンって今日からしょうがないけどね。ポンコツラーメン来るんですか、ポンコツは。はい、そこは、それがラーメンじゃない。わつ、わたつみ。